年齢が高くなるほど住んでいる人が多くなっています、うん、そして60代以上の割合が 62% を占めていて、働き盛りの世代が少ないのが現状なんです、はい、で解除から1年半経ってもこの比較的若い世代の人が少ないということがよくわかりますが、その背景説明してください。はい、最大の理由は働く場所が少ないことです、はい、行政側は補助金を出して企業誘致を目指していますが、企業側としては戻った住民が少ない小高区では働いてくれる人が見つからない懸念があり、なかなか実現してきませんでした、はい、そして働く場所が少ないため戻って暮らそうという働き盛りの世代が出てこない悪循環となっています。なるほど。こうした中、企業側と地元で働きたい人の条件がうまく噛み合うケースがようやく出てきました。その現場を取材しました。先月、南相馬市小高区で避難指示が解除された後、初めて工場が完成しました。建設したのは、東京の大手建設会社などが出資した福島エコクリートです。製造するのはこの黒い塊。石炭を燃やした灰を固めたもので、工業団地の造成や道路の下に敷く路盤材などに活用されます。石炭を燃やしたときにこういったフライアッシュといわれるこういった灰ですね、細かい粉体のものが出てきます。これをこちらの工場の中では一旦固めて砕いてこういう大きさにしてしまう。社員に採用する福島国立、この会社が新たに募集したのは正社員20人。大手の関連企業ということで、地元の早々地域の人たちの募集が殺到し、20代から60代の20人が採用されました。地元では企業誘致のモデルケースになるのではと期待されています。企業の立地が進まない小高区に、この企業はなぜ進出したのか。まず、原料の入手の面でメリットがありました。一般的には全国で大体約1000万トン石炭灰が出るって言ってるんですけども、福島県の中でそのうちの 17.8% が福島県1県で出てます。福島県には全国で最も多い4基の石炭火力発電所があり、浜通りに集中しているため、原料となる石炭灰を安定的に手に入れることができます。そして原発周辺では今後も土木工事が続くため需要が見込めるといいます。解除になるところではまだまだ土木資材というのが必要になってくると。で、現状採石等についても特に浜通りは枯渇気味になっているという中で、じゃあ我々がこういったものを使って、土木工事に寄与できれば地産地消というところで使えるのかなということでこのプラントを作っています。さらに被災地を支援するための国や県などの手厚い補助金も魅力でした。およそ20億円の設備投資のうち約半分を補助金で賄いました。福島県内では働く人たちの環境も変化が出てきています。除染などの工事の数が減り始め、新たな仕事を探す人も出てきているのです。入社した小高区出身の只野和明さんです。やはり小高で、働きたい、働きながら、生活したいというのは常にあって、原発事故によって転職を余儀なくされた只野さん、南相馬市原町区で避難生活を続けながら除染などの仕事についてきました。しかし、除染の仕事がなくなり、震災前のように安定して働ける職場を探していたところで、この会社の求人を知りました。地元の会社で働けることで、震災前のライフスタイルを取り戻せる希望も出ています。只野さんが生まれ育った小高区では、
多くの人が会社に勤めながら農業をする兼業農家でした。只野さんは震災後手つかずだった畑の手入れを始めています。生まれ育った時から、農業をしながら、育ってきましたので、両方、うまく立ち上がっていけばなと、これから頑張っていきたいと思ってます。入っていただいた方に気持ちよく、それからここに来てよかった、周りからですね、いいところで就職できたよねって言っていただけるようなですね、企業にみんなと一緒に作っていこうよと、ずっと続く企業にですね、育てればなと。さまざまな好条件が重なったことで実現した雇用のマッチング。これに続く企業があるか、今後の動向が注目されています。長谷川さん、これ今回できた工場は地元ではかなり歓迎されているようですね。はい、只野さんの他にも避難先の仕事を辞めてこの会社に入るために小高区に戻ったという人も多くいました。はい、しかしこのようにうまくいくケースは稀です。南相馬市によりますと、現在小高区への企業誘致でこれ以降進んでいる話はないということです。そうなんですね。はい、現在南相馬市では福島方面への幹線道路など交通網の整備が進み、ロボットテストフィールドも建設されます。企業がこうした状況をメリットと考え、立地が進むかどうか注目したいと思います。南相馬支局、長谷川記者とお伝えしました。